はい、こんにちは。今日もあなたと百姓一揆。いい天気ですね。本日は2018年4月の9日9日曜日合ってます。曜日は日曜日ということが合ってるんですが、それと数字はもうよくわかりませんね。単に、もう農繁期だということなだけでしてね。さ もう4月のね、もう2週目に入ろうかと、この時期ね。もう完全なる待ったなしの農繁期でございましてですね。さあ、ズッキーニ、ね、ウリ科がメインになってまいりました。ね、ズッキーニ、カボチャ類。そうめんカボチャの一発目が始まりましたがね、この辺がウリ科、もうズッキーニですね。なんでしょう、丸いのとか、黄色いのとか、ですかね。で、この辺がプッチーニですね。この辺プッチーニかな。キュウリの1番手2番手あたり、まあまあいろいろあるわけですね。でもうでかくなってきたらもう順次畑に、アムロ行きますっていう感じでね、アムロ行きます、プッチーニ行きますね、カボチャ行きますっていう感じでね、ビューンと畑に入れてあるわけですね。よいしょ、こうやってねどんどん苗を作って畑に植えるということをひたすら繰り返す、そんな時期になりましたね。で、畑に植えて、できるかどうかはね、もう正直お願いしますということでね、一生懸命苗を作って、頑張って俺は畑に植えましたって、あとはよろしくっていうね、そんな感じが正直なところですね。基本的にはね、もう畑に植えて百姓ができることっていうのはほとんどないですね。まあまあ見守るっていうね、本当に温かく見守ると、時にはね、出かけていって、この野郎って言いながらね、ちょっとこう、蹴りも入れながらですよ。しばき合いながら、ちょっとこう、厳しく育てることもありますがね。子育てと一緒じゃないですか。はい。ということで、今日何やってるかと言いますと、ドロンコ遊びですね。この忙しい時にですね、こうやってね、気持ちがもうささくれた時にはね、このようにしてですね、ドロンコをこうやってこねてね、こねこねしてですよ。ね、自らの疲れ切った肉体もこねこねしてですよ。ねえ、ほら、だんだん農繁期になってきて、4月5月になっておかしくなってくるでしょ。よいしょ、おかしくなってっちゃうんですよ。どうですか、ちょっと楽しそうに見えますこれね。これまともな有機農家のやってることですかって話ですけどもね。まあ、まともな有機農家のやってることですよ。みんながこうやってるかどうか知らないですけどね。まあまあ、これ、いわゆる、種まきのね、土を作ってるんですけど、まあ、こういうやり方もあるよっていうね。何やってんだろうと思うでしょ。で、こいつをですよ。今こうね、入れてね。育苗の、この箱ですね。この箱自体が、熱線が入っていてね、暖かくなるんですよ。で、それをね、こうやってね、ドローンってやって、よしとね、こんな感じでね、よいしょ、植えてですよ、よいしょ、こんな感じのなんか床土みたいなの作るんですね。これがある程度最初に濡れてないといけないんでね。まあ結局こういういろんな種まきのやり方とかもね、答えはないもんですからね。その人が一番、その人がっていうかね、その農業者が一番いいやり方をね、よいしょ、見つけてやっていくしかないわけですが、よいしょ、ね、今からもう巻くのはもうナス、ピーマンあたりですけども、それもね中盤から後半に入ってまいりましたね。よいしょ、よいしょ、これね、はい、よっ、ちょっといちいちめんどくさいっちゃめんどくさいんですけどね。まあここまで丁寧にやる必要はあるのかって話ですけどね、そんなにないっちゃないんですが、よいしょ、このあとこう染料などをまくわけですが、まあこれがね、いろんな答えがありましてね、すべての正解というか答えはないんですが、めんどくさいな、ここまでやらなくていいか。もう暖かい時期になりましたんでね。ただまだ4月第、今週あれですよね、結構ちょっとまだ夜温が9度とか7度とか出てますよね、予報がね。
それがちょっとね気にかかるかなっていう感じですね。そう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 、よし、こうやってねちょっと平らにならしていきますよと。よいしょ、ね、これはまあ農業というか、まあ、園芸というかね、どういう領域になるんでしょうかわからないですけどもね。よいしょ、これであのこうやってね電源がありますのでね、電源引っ張って入れると、温度が保たれますのでね、早く発芽するという、まあそれだけのことですけどね。家庭菜園でもねちょっとこれお高いですけどもね、これ1個いくらするのかな、4万ぐらいするのかね。1個あるとまあ便利っちゃ便利ですけどね。家庭菜園の方はでもまあ苗買ってきて植えた方が早いかなという気はしますが、よしね、こんな感じで筋をつけて種をまいていきますと。何からいきますか、千両からいきますかね。ピーマンももう後半戦ね、こういうなんかちょっと変わり種のやつも入れたりね、千両千両ね、ダークパープル、まさにね我が農園にはうってつけじゃないですか。漆黒の闇が広がる我が農園においてはね千両からいきますか。もうね佳境に入ってまいりましてですよ、おバタバタしておりますね。4月といえばもうゴールデンウィークですもんね。ゴールデンウィークね、休みとか、ゴールデンウィーク休んでる農家さんなんかいるんですかね。聞いたことないですね。ゴールデンウィーク休んでる農家さんって、それは農家と言えるのかっていうね、もぐりですよね。はっきりそう言っていいんじゃないかと思いますね。多分、田植えにしろ何にしろ、とにかく一番忙しい時期ですもんね。よいしょ。よいしょ。ね、こんな感じで。ね。よいしょ。もうちょっと離して曲がらなきゃいけないかな。こんな感じでね。まあ電熱線が入ってるのでね、夜が夜温がキープされますので発芽が早いかと思われます。この隣がちなみにこれ園菜ですね、ちょっと発芽悪いですけど、もう夏の野菜はほぼ全てで、ね、もう本格的に始まってまいりました。さてそれでね、まあ私の方もね、足が完全にちょっとあれなのでね、治療も含めてねちょっと対策を講じていかないといけないなという段階に入っておりましてですね、なかなか頭の痛い問題でございますよ、ね、体が資本でございますとはよく言うことですけどね、体が資本というか体が全てなんでね、誰かが助けてくれるわけではありませんのでよし、よし。最近ね老眼が本当にひどくてね、本当にこう本当に手元が見えないんですよね。やっぱ50過ぎてやっぱ老眼って一気に進んでいきますよね。いや頭も剥ぎ上がるし、目も見えなくなるし、足はダメだし、いやはやね、年を取るってことがこんなにね恐ろしいことだとはやっぱなってみないと分かんないもんですよねなぜねホワイトカラーの人とは違ってね、こっちはあれですよ、百姓ですからね、そういうその肉体の衰えのが直結しますんでね、仕事にね、本当に深刻な問題でございますよ。どうしたらいいんですかねまあまあそういうことも含めてね、その時はその時さというね、覚悟を持ってやるというのがねこの仕事でございますね。じゃあちょっと覆土してみますか。はい、覆土は鹿沼土ね。よいしょ、こんな感じで、ね、ちょっともう床土が湿ってるのでこうやって少しこう覆土したらこの瞬間から少しこうね鹿沼土も湿ってくるの分かりますかね。
こんな感じでね、とてもね、あの農業ってね、本当にわーっとね、本当に何なヘクタール単位でわーってやるっていうことと、あとこういう細かい仕事ですよね。こういう、なんて言ったらいいんでしょう、手作業ね、繊細な作業も仕事もね求められます。はい、こんな感じでね、あとはもう ピーマンとか巻いていきますね。これはあのあくまでもこの電熱のやり方のことをね、今ちょっと紹介させてみましたけどね、もしよかったら家庭菜園でね、お金を売る方これ1個買ったらいいと思います。野温がね冷えるとき、まあ4月はあれですけどもね、2月3月でもこれで種も空きますんでね。てなことで今日はね、なんか今日もあんまり面白いこと言いませんでしたね、あまり芸人じゃないので面白いこと言えないんですけども、今日もいい天気ということでね、さあ4月の半ばになってまいりましたね、花粉になってまいりました。そんな今日はナスの種まきをねしている、そんな百姓の園の動画でございました。それではまた。